皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ロボトミーコーポレーション、実況始めます。相も変わらぬ悪戦苦闘が続く中18日目を突破。次の節目である20日目が見えてきました。邪悪なキノピオにホースミキがクリボーにされたり、またまた電車に轢かれたり、前は楽勝だったロボ的なサムシングに返り討ちにあったり、そりゃもう大騒ぎな前回だったけど、ご主人様は元気です。職員の皆さんも元気だといいんですけどね。そりゃもうフルスロットルなのよ。みんな成長してるんだから。こうして見るとなかなか壮観ですね。前世ではそもそも人数も足りなかったですし。あん時は少数精鋭だったのよね。でもチームが増えるとどうしてもそれじゃ手が回んないのよね。クリフォと暴走でアラームが発生する部屋数もどんどん増えていきますからね。やっぱ数は正義、戦いは数なのよ兄貴。アブノーマリティの面々も前世と被ってるのクソ雑魚くらいですからね。ほんとどんだけの数がいるってのよ。前世がおしまいになった時点の開示率が2割弱。そうなるとこれでもまだ半分も開示できてないんでしょうね。先が長すぎてお先真っ暗なのよ。今後も未開示の物優先ですね。さて19日目管理画面です。いつものように前回のご新規さんの情報拝見。ご新規さんのお名前は魔法少女。これは古今東西南北いろいろありすぎて名前をつけるのに迷うのよ。ゆっくりお考えください。特徴は作業結果が良い場合に魔法少女から加護を受けられます。加護を受けた職員は鎮圧作業しかできなくなる代わりに赤、白、黒属性の非ダメージ半減。だから前回ルビーメキにお仕事頼めなかったのね。ただし青属性は非ダメージ2倍。この属性の物は現時点ではいないはずなのでなかなか有用ですね。何よりワンパン持ちじゃないところがいいじゃないの。で、お名前は決まったんですか？そうね、この子のお名前はマミさん。なぜその名前を選んだし。ご主人様と契約して魔法少女になってよ。ポイント不足で好感度の高い作業は不明。これについては引き続き作業を通して確認するしかありませんね。ワンパンがなけりゃそれだけで十分なのよ。安全チームは他の2体がワンパン持ちですからね。おピンクになったりブルーになったり高低差が激しすぎるってのよ。あれがなければ安全チームの職員ももう少し育成できるんですけどね。再び19日目管理画面。今回配属枠の追加はありませんので新人の雇用もなしです。ハレンチ担当の新人さんには引き続きその低い能力を存分に発揮してほしいところ。嫌な期待のされ方なのよ。各チームの配員については前回と変わらず。それでは19日目の仕事を始めましょう。19日目作業開始。本日もコントロールチーム職員の育成中心であることは変わらず、いつものルーティンなのよ。まだ情報の足りないマミさんの作業も引き続き続けます。ワンパンがなけりゃ安心ってもんなのよ。カゴを受けると作業ができなくなるとはいえ珍しくリスクの低い物なんですよね。そして本日のシンガオさん、サイクルの4日目なので使用するタイプですね。使用時間の累計で情報が開示されるタイプのようです。どうせまた長く使ってると6でもないことが起きるんでしょ。ちびちびと刻んでけばどうってことないのよ。それではいつものようにルビーさんにお願いします。同じ職員が続けて使うのも危険なのでチーム内で回していきましょう。ルビーさん部屋に到着。何やらお祈りしてますね。いきなりのダメージ、攻撃を受けてるのでしょうか。そろそろいいんじゃないの。では使用中止を指示しましょう。いきなりルビーさんが倒れました。殉職です。ルビーメキー。これはやり直しですね。そんなに長い時間使ってなかったのに。19日目再開。サイドルビーさん、シンガオさんを使用します。これはあれですね、逆に使う時間が短いとヤバい物なのかもしれません。情報チームにも同じタイプの物がありましたし。マジかよ、そんなのどっちかわかりっこないじゃないの。ですので今回は使用時間を長くしてみましょう。ルビーメキダメージ受けてるけど大丈夫なん？ダメージがひどくなる前には中止します。そろそろいいでしょう。ルビーさん無事部屋から退出。使用時間は先ほどの2倍くらいでした。やっぱ使った時間の長さなのかしら。まだ累計使用時間が短くて情報が開示できませんね。別の方にも同じ容量用法で使っていただいて情報を確認しましょう。二人目も同じ程度の時間使用して無事に退出。三段階目まで情報が開示されたようですので確認してみましょう。物の名前は肉の偶像。使用時間20秒以下である場合使用した職員は死亡。やっぱりかよ。使用時間21秒から45秒で使用者以外の職員が体力回復、だそうです。あえて使うほどの物じゃないのよ。そうですね、暴走アラートが出ない限りは触れないようにしておきましょう。その後はごく順調に仕事が進み、というわけでもなく今回もそううまくことは運びません。白昼の試練理解プロセスにまた目線を強いられ2回のやり直しを強いられ、どうもあれ苦手になっちゃったのよね。犠牲者ゼロでの鎮圧がなかなかできないんですよ。やたら時間かかるから不注意でまた機関車が突っ込んできたりしたしね。
そんなこんなで4回目の19日目、クリフォト暴走第2段階、黎明の試練は理解の果実、あっさりこれを鎮圧。まあそうなるわな。そしてクリフォト暴走第3段階で早くも白昼の試練発生、現れたのは愛をください。例のワンパン石姫。今回も職員は直前に廊下に対比で難を避け、無事犠牲者ゼロでこれを鎮圧。この物はもう怖いことないのよ。ただあの理解プロセスの鎮圧を安定させたいところですね。今後も何度も遭遇することは間違いないですから。最初の時になんであんなに簡単に鎮圧できたのかわかんないのよね。その後は一体の脱走も許すことなく残業をエンジョイ。クリフォトカウンターがレベル8となる直前に19日目の業務終了。今日もいい汗かいたのよ。冷や汗ですか。そうとも言う。多少スキルの偏りはありますが職員の育成も順調。次は節目の20日目です。ここを超えればまたポイントオブノーリターンってやつね。しかし今回もやはり苦労しますね。1日単位でのやり直しを解禁していなければもっと進みは遅かったでしょうね。その分犠牲者ゼロで進めようとして時間かかっちゃってるんだけどね。いずれは犠牲を覚悟で前に進む時が来るとは思いますが、まだその時ではないでしょう。そのためにもみんなちゃんと育てとかないとね。それでは20日目に進みましょう。19日目管理画面、サイクルの5日目ですので新規アブノーマリティの追加なし。職員の配属枠の追加もありません。マミさんの情報を開示したら早速仕事を始めましょう。20日目作業開始。やることはいつものルーティン、登場人物も昨日と同じ。もう淡々とやるだけなのよ。あとは白昼の試練で出てくる物次第ですね。その後黎明の試練をいつものように軽く鎮圧。白昼の試練はクリフォト暴走レベル6の時点で登場。現れたのはまたしても愛をください。今回も出遅れ回避して犠牲者ゼロでこれを鎮圧。20日目最大の障害を乗り越えました。やったぜ。本音を言えば理解プロセスの鎮圧に再度挑戦したかったんですけどね。まあ出てくるのはランダムだし仕方ないわな。あとはいつものように残業をエンジョイ。いつものようにクリフォトカウンターレベル8直前で20日目の業務終了。無事新たな節目を超えることができました。多少の苦労はあったけど今回は結構順調なのよ。これで20日目に新たなチェックポイントが設定。次の再開は21日目からということになります。前世のチェックポイントもここまでは進めたのよね。今回のチームはさらに先のチェックポイントまで進みたいものです。どこまで先があるのかまだわかんないけどね。次は21日目、新たな階層に中央本部第1チームが解放されます。双子ちゃんのとこよね。おそらく試練のレベルもさらに1段階上がるはずです。まだ白昼の試練の鎮圧も安定してないんだけどね。そろそろ今後は残業をどこまで続けるのかも考えどころですね。残業すればどんどん危なくなるし、やんなきゃ職員育たないし、悩ましいのよ。まあ少々短いですが節目の20日目を超えてキリが良いのでこの辺りで締めですね。次から大変だしね、小休止なのよ。それでは節目の20日目を超え新たな階層に進むところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。